戦闘団っていうのを、それや消防現場でちゃんと出てくるの
わけだけど、これは今の我々としてはあまり使えないことだ。それより共に育つということで、で要するに一切の面倒を見る中に自分自身が育っていく。で結局このね、共に育つ心というものだけがね、今の時代一番大切な心だと思うんですね。それで、そうしてみればね、我が子を産んでもよし、産まなくてもいい。いや、例えばね、我が子を産まなくても、一切を我が子としてですね、そして、その我が子を育てる中に、その自分が育っていくっていう、そういうね、素晴らしい生き方が事実あるんだ。で、またね、我が子をみんな産んじゃいけないって話じゃないですけど、我が子を産んだら産んだで、その、我が子ぐるみが、今言う、すべて一切を我が子さん、今週三回、書いて買うので、で、ご中心を、で、もし、この生き方で、我が子ぐるみ、まあ、子もそういうつもりで育てる。だから、小さい我が子にね、そういうことをね、言葉で言ってもダメですよ。結局ね、我が子のさっき言った、あれなのは、初めの芯とか核ですね。これはね、我が子の本当の芯や核を育てるものはね、親の生活の、であり雰囲気だ。それで命を拝むっていう雰囲気の中に本当の我が子のこういうその共に育つっていうその心や覚悟ができる。昔はね、仏様を大事にこう拝むっていうね雰囲気の中でみんな育った。今はガリガリ亡者、俺だけよりは一応ガリガリ亡者のな雰囲気の中へ育ってんだからね、そういうところで心や核ができる子供っていうのはね、これはとてもないね、ゴキブリみたいな子供だけが育つのは当たり前だ。それでね、少なくともね、これからまあどんどん地球上の人類は増え続けるだろう。こんなゴキブリみたいな人間をガリガリの、ね、人間だけを増やしていいもんじゃない。そうでなしに本当のあれですね、生き方を人間を本当に増やしていかなきゃ。これをね、皆さんに、おのおの使命を感じてね、生きていただきたいと思うんですね。で、まあ、今日の話の、あれとして、こうやって私の下手なし、言うけれどもね、まあ、皆さんのメモのつもりでね、拾ってください。まあ、思うところは、まあ、子も足りない。命としては確かに、我が子を産んでも続く命を拝まねば赤の他人が育つのみ。続く命を拝んでいればたとえ我が子を産まずとも出会うところは皆我が身内、ことごとくこれ我が子が育つ。まあ今日の話はそんな。はい、ね、今ね、今日はね、とっても耳の調子が悪いんで、だから大きな声出してください。聞こえないんで。ちょっと待ってください、ちょっと。いや、結構。今の話は質問ではないんですけれども、はい、どうやったら、なぜ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 をしなければならないかを、先生が今、
それとそれとね、あの語尾をエコミっていうかね、あ、はい、切りながら、あの分かりやすく、はい、分かりました。じゃあそんなにこう口つけなくてもいいですか。
あるいは石に表情でいくというのは、私、観音が阿弥陀さんを温めてきている主演です。誰にとね、そのお念仏商業とって別物じゃない。それも自分の人生の話だ。自分の人生として完結するって、これだけです。今言ったように、自分がね、自分の人生として濃く完結していく。それだけが狙いで、それそういう完結のところに誰に、これ誰が一番ね、身構えていくからね、若い時にはそれが一番いいんだ。これをお念仏しろって言ったってね、お念仏何万だ何万だって頭あるよ、愛したあんなこと言ってたって、あの予選に暮らしてて、考えたかったって。これダメだ。それに対して、その誰にだとね、一生懸命手放して、これ、姿勢でいくからね、これが一番いい。そういう意味で、ダメです。まず、若い時は終えた。うまいことを言いました。私ももう、だから、相川さんにもね、もう今からと言ってんだから、皆さんの前でよく言っておるけど、私は、来年、再来年でね、77になる。そして、総選挙って人とで喋ってるのもね、あれ12年って言って始めてるわけね。65の時から始めて、12年で、再来年でもう、まず、だからあれもやめる。それから、この、無料に寄せてもらうのも来年と、それから再来年またもうちょっとね喋らせてもらうとしても、それから先は絶対やらないんです。皆さんの前でもう言い渡して、皆さんそのつもりしてくださいね。もう寄り切られます。人ってまでね人前になろうとは思わない。年取ってまで人前になってきてね、ボケた話するの、さっきも言うけど、私、大体いい格好してんだんだ。ボケた話をね、やる、それまで、子供までしてね、皆さんにサービスしようと思わない。よろしくお願いします。皆さんが承認だって。だからね、参りながらね。それからね、私はね、もう今の総選さんにも言ったんだけど、12年でね、もうこの会辞める。そうすると、どうもあんたは命の祝いで、それであれだから寄付金集めて、そして贈り物でもしようってね、そんな顔してるんで、それは絶対いけないってね、この総選さんに、これもみんなの前で、それの、宗務長が来てる、宗務長の人が来てたんだけど、はっきりと言って、これね、ボルさんがね、あれすると、なんかっていうと、お寺に寄り付いてると、なんかっていうと、寄付金後で手出されたね、俺がみんな、うっかり、さらには寄り付けないぞっていう、これが一番言えない。で、私に関する会議は、絶対に手出さない。ただ、爆発はしょうがない。俺、坊主である会議でね。これ、爆発と寄付が違うんだね。寄付っていうのは、こっちから手出すから、でも、嫌だけっていうのはなかなかじゃない。ところが、爆発っていうのはね、向こうから、ただくれる。そうすると、ただもらう。だから、誰から宅発入れてもらったって言うと、入り出さない。だから、もうもらいっぱなしでね。まあ、そういう点で、宅発には入れてくださいと。だけど、絶対にね、それのために、
あなたの名誉が上がるわけでもない。あの萩田さんがいいし、それからあの私の関係者に出勤は仰がないから安心してる。私の考えなんですけど、年を取っても、そこそこ
若い時断念宣言の時は一生懸命断念してきた。しかしながら私の場合春から足がダメになっちゃってね、60過ぎから国にダメになって今じゃ断念できないんで、おでもしょうないです。おでもI'm not sure.
世話にはならないと言って、親に育てられた娘ですが、実際は今85歳になりまして、私が見るような、見とっているような状態なんですけど、それが、ボケてはいないんですけど、動けなくなって人に迷惑をかけてまで小さくないとか、何もならないとか言うんですよね。それで私は、娘ですので、何もならずに生きている人を恐る、これはどう、私はどうなんだっていうようなことになって、喧嘩をしたりするんですけど、何もならないと生きている人を見ている私はどうなるのってことに言うんです。それで、そのうちに、さっきおっしゃった、ご縁かとか、お念仏とかそういうことに全然触れないで、ずっと生きてきてしまった。父にそういう安心、お父さんとか、恨みとか、そういう、最後の勝負どころ、動けなくなってからの勝負、そういうふうに、生活がしてまいって、思うんですが。これ、カトリックだとね、もう死ぬって分かったらね、神父さん呼びに行くとね、神父さんがこう、そういう臨終の人、なんと臨終の人、それからあるいはもうちょっと前の人、それからっていうのは、ね、こう、公共料理でね、読むところがあるの、決まってるんですね。そこのところをこう、あれして、教えますかね。まあ私も今、それを実はね、作成中で、今度もね、一月半でいたでしょ。私、この春からね、自分のこう、一生をこう、ポケットにしてですね、で、仏教の一番ギリギリで、この自分の一生として、今、仏教のお経っていうのは、みんな感じでしょ。そうでなしに、今私の下手な知りたいの、ああいう形でね、みんなに分かりやすい話で、一つの詩を作ってね、そして、やろうっていうのは、これ2、3月頃から始めた、2月頃から始めたんです。そして、今度、そこへ持ってって、べったり、私、微熱なんだけど、どうしても、下がらないの、一月半でしょ。私は全く絶対安静なんだ、そうやって。それで、その間に、それだけ一生懸命温めてね。それで、この自分自身だけが満足するお経をね、自分で作ろうと。いいもんだよ。俺の、満足するお経を自分が今まで仏教の勉強もし座禅もしてきたそのギリギリのところでまとめてですね、お決算して自分の読むお経をね作ろうみたいな。そして私が死んだらどうせそれがもし入院だったらみんなに皆さんに行くんじゃないかと思いますがね、まだ、この一月半温めたお金で、とっても良かったね。有意義だった。今度ね、多分。とにかくそれを、随分、長い間ですかね。それ、今、13回書き直して、あれしてるんですかね。まだ、温めていております。そのうち、仏教でもそういう、あれになると、心を持ってます。